すいません。いいえ。なんかめっちゃ爽やかだったな。今日ご機嫌ですか？ん？俺？なんかめっちゃ爽やかじゃないですか？爽やかだな。めっちゃ良くないですか？いらね。え？なんやねん。え？タヤさんこれ来た。うわー、いらね。いらねえ、マジ？ほら、うわうわ、めっちゃ喜びそう。ねえ、使わないって、こんな害獣。私に勝てるわけないじゃん。え？なに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 ？どうしたどうした？めっちゃゼラス使ってる時だけさ、いつもなんかおかしいような様子が。はいはいはい。配信してます配信してます配信してます、はい、配信してます。お疲れ様です、お疲れ様です。タヤが釈迦さんとお友達ですか？あれ、はい、私は友達だった。あれ、わわあわわわわわわ、すいません。いいえ。なんかめっちゃ爽やかだったな。今日ご機嫌ですか？ん、俺、うん。なんかめっちゃ爽やかじゃないですか？爽やかだな。え、そう？え、なんかめっちゃ爽やか。いつもダウナーな感じの印象あるけど。え、そうか。風吹いてる。風吹いてる。風感じる。そんな不機嫌だったことないけどな。不機嫌とかじゃなくて、ダウナーな感じ。ダウナーな感じね。そうそうそう。いや、多分あれっすよ。皆さんが直近会った僕が、もう、動きすぎてた。頭がおかしくなってる時で。え、あれ、結局何時間やったんですか？何時間やったんですか？釈迦さんは。え、私が見た時は27時間ぐらいやってた。あ、じゃあそんな変わんないっすよ。最終的に配信も31とか2とかでやめたんだ。変わんなくない。終わった後飯食ったら寝れなくなって、その後2時間ぐらいまた起きてた。でもわかる、起きすぎてるとな、なんか寝れないんだよな、逆に。そう、寝れないって思ってたら、でも急にコトンって言って気絶だ多分、うん、気づいたら11時間経ってた。いやでもゆっくり休んでほしい。やりすぎです、釈迦さんは。あ、大丈夫です。俺明後日ぐらいからもしばらくいないんで。あ、そうなんですか？はい、月曜。お仕事？いや、もう全然なんか知らない場所に行きます。おー、休暇ってことですね。まあ休暇みたいなもんですかね。どっか行くんすか？まあ、どっか行く。どこ行くんすか？北へ。ダイバーワウトに行きますね。うん、北の方に行きます。俺も行こうかな、北。一緒に。行くんなよ。一緒に、タヤさんと北行こうかな。まあまあ、じゃあ今度暇な時行こう。行きましょう。おぉ。俺も月末に寒い方行くっすよ。うん、ボドカーで。ボドカーで行く。運転しんどいな、それ。運転相当しんどいな。確かに。配信つけちゃおう。はい。配信してます、配信してます、配信してます。配信してます、配信してます。今度今日のタイトル決めてよ。配信タイトル。何にしようかな。連休のワクワクフルパロールにしよう。オッケー。いいね。やったー。いいんだ。マジでやめて。なんで？やめて。ギャップいいやん。イメージってもんがありますから。イメージ戦略ですか？はい。イメージ戦略取ったことある？弊社。ない。さん、ADC トップ。ヒナーノのことをさ、うん。ペクスに誘ったのに。いや、ちょっと。一人でやることになったやんけ。一人でやることになったよ。知らんがな。まだ早い。まだ早い？うん、まだ時期じゃない。おもろいのに、このシーズン。そうなんだ。ね、初めおっしゃるんですよ。はい、エーペックスやりてえな。なんかでもおもろいってみんな言ってるよ ね。今シーズンね、おもろいっすよ、普通に。なんか前シーズンも言ってなかったボド。いや、前シーズンは言ってないっす。あれ、そうか。いや、今シーズンめっちゃ変わったんすよ。なんかいろいろ。パークシステムだの。パーク？デッドオーバイデイライト？あ、そう、みたいな感じで。メメントモリ。なんかアーマー進化とともに、自分でなんか能力のバフみたいのを二択で決められるみたいな。へぇー。へぇー。そう、そういうのもあって結構面白いです。ミミタヤ。はい、戻りました。ミミタヤ、スキンのギフトちょうだい。いいよ。うわ、めっちゃいいスキンいったで。いらないよ。ボド、私もちょうだい。いいよ。ボド、私もちょうだい。返さないけど。ちょっと待って、返さないけど。返さないのよ。のお、ひなのいいのいったぞ。ね、私も次の機会に送るわ。いいのいったぞ。私もいいのいたわ、ボドカさん。あ、そう、レン君と友達じゃなかったな、ほうえは。ね、いいね。ありがとう、ブリー。いいよ。めっちゃいい、よくないですか？いらね。え、なんやねん。だバード使わんし。あれ、俺、レン君かっこいいやついった。VDK めっちゃいいよ、これ。めっちゃいいの言ったよ。ちょっと待ってくださいね、見たい。どこで見るんや、ここか。いただいよ。シャドウフット、
あ、なんか全部。これいいやつなんか。いや、わかんない。多分良くない。え、でもなんか。なのちゃん。なにこれ。KDA セラフィン来た。誰これ。めっちゃいいよ。え、タヤさんこれ来た。うわぁ、いらね。いらねえ、マジ。タロンだもん。タロンのライゼン。タロンとか俺使ったことねえよ、俺。私もないけど、なんか私が使いたいなって言ったらタロンの好きにいっちゃった。なるほど、ね。今日ダサいな。でもなんかそう、私も今日ダサいのしか言ってないみたいな。お前よくないわ。え、ちょ、 DRX 魔王界誰か頼むマジで、ま、俺がいるのあげるって。ほら、うわうわ、めっちゃ喜びそう。ねえ、使わないってこんな害獣。あ、もうそれだけで分かった。え、使ってなかった。なんか使ってない。あ、じゃあ怒ってたんか。え、おい、そう、怒ってた。ティーモに怒ってた。あ、これ多分タヤから来たセラフィン、これ3000ぐらいのスキン来たって。え、そう、いいやつ行ったと思う、多分。やった。オッケーオッケーオッケー。ちょっと、あ、ベルベル来てます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 。いや、敵を倒してこれ。おい、ミミタヤ、これこっち寄ってウルト打ったらこいつら死ぬぞ。オッケー、ウルト打つわ。てか俺中入って殺しに行くわ、あいつら。ママ待って、ウルトだけ打ったそっちに。俺ベルベスも殺しに行くわ、これ。はい、やばい、やってること。え、なんだ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 、お前なんだなんだ、私に勝てるわけないじゃん。すごい。え、なに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 、どうしたどうした。どうしたどうした。一番楽しんでる人がめっちゃゼラス使ってる時だけさ、いつもなんかおかしいような様子が。はい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 やっぱゼラス耳でおかしいよな。勝てないね、それ無理だよ、こっちだよ、ほら勝てないね、なんで勝てると思ったの、ほらほらほら。毎回こんなんやもんな。ルタリオやば、当たる当たるよ。いいよ、キンドレッドフォーカス、はい、はい、頑張って、ナイス、執行猶予ないよ、手前からでいいよ。はい、次、次これ、次これ。はい、ありがとう。今日ライブ来てくれてありがとう。みんなのおかげで、リーグオブレジェンドができてます。ありがとうございます。おい、早いだろ。オラフ、オラフ強かったな。いや、俺ね、普通にね、敵うまかった。いや、これ普通に敵うまかったっすよ、マジで。ねね、敵うまかったね。うまかった。敵うまかったか。うん、敵うまかった。普通に。しゃあないっすね。あ、オラフつまんね、やめよう。ちょっと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 。だってオラフのパワースパイク1レベと2レベと3レベっすよ。ええー。いや、マジ。ランブルにも勝てる？え、よい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 よっす。あ、じゃあ私が下手なだけだった。あ、そう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 。じゃあそんなこと言うんだったら教えてよ。いや、教えるの何も、マジ斧当てて殴ってるだけで敵死ぬっすよ。本当に、はい、ランブルの火力めっちゃあったけどな。1レベルでも HP マックスで当たるのが大事なんですよね。あー、でも相手イグナイトだったんだよね。そしたらこっちが火力勝ちます。今の展開から俺するかよ。いや、ちょっとね、練習しとこうと思って。ああ。なんだっけ、大会なんだっけ。一応、チャルル杯っていう、なんか、謎のデブが開く、謎の大会があって。こっちなんだ。謎のデブが開く、謎の大会。怖えなって。なんか、怖いツイートしてなかった、シャルさん。あはは、ドラフトかな。ムカつく、ムカつく、ムカつく、ムカつくって。ああ、そっちか。タイムリープに失敗したらしい。土下座する前に帰ろうとしたけど、失敗した。結局、土下座したんだ。結局動画出しでムカつくムカつくってムカつくムカつくムカつく。シャルル杯誰が出んの？ね、副リーダーしか出さないって言ってたから、多分行っちゃいけないだろうから。副リーダーって何？その、あ、もうそれも出てねえんだ。な、何を出してるの、あの人は。宣伝しろよ。腹座布団いいっすよ、食べて。おーっす。おー